久留米出身こがけんさんが現役高校生の悩みを解決。今週は飯塚高校からお届けします。こがけんアロメイエーイ。今日は3年生永井みなみさん、寝ている時のある癖に困っているそうなんです。寝てる時にその自分では気づかないんですけど、家族から目が開いてるって言われるんですよ。それがもし友達とどうしてもバレそうな時にどうやってごまかしたらいいかなと思って、これちょっとね、僕も半目なんです。そうなんですか。高校の時に修学旅行で僕が半目だということでやっぱり写真を撮られこう目を描かれてました。僕は起きたらでちゃんと半目なんですよ。ちゃんと出てて半目をごまかすなんてできる？本当上まつげに重りを乗せるとかしかないと思う。半目やっぱり気になるか。気になるんです。だって家族に言われて、家族はでもちょっとなんか笑う感じで、すごい和気あいあいとしてたわけでしょ、だけどそれを南さんは嫌だったわけだ。嫌ではないんですけど、それはもう他の友達で見られたくないと思って。そうです。半目ってさ、やっぱ本当に克服しようがないじゃない。それに関してはそうですね。先に言っちゃうのもいいじゃない。私さ、ちょっと寝てる時に半目でさ、え、マジとか言って、それで先に話題にしちゃうのよ。マジ最悪だよねみたいな、ちょっと自虐的な笑いで一旦消化しての半目だと、もう全然そこはもう単純に笑いにしかならない。確かに。なんなら伏線を回収する感じで盛り上がる可能性ある。半目ですごいなんか嫌なことでネガティブだな、ネガティブな感じで思ってたんですけど、自分のいいところに帰れそうだなって。ありがとうございます。よかった。